久保さん今回は夫の夏のボーナスが破滅的これでいきましょうなんかねアメブロのポップで出てきましてどうですかね久保さんボーナスってもらったことあります僕もボーナスって経験したこともないんで <laughs> ピンとこないんですけどボーナスっていいですよね逆に言うと逆にボーナスボーナスって羨ましいっすねなんか勝手にね大金が入ってくるっていうね <laughs> 最近ね、久保さん、あの、ペ a ペ p a y p 運用ね、今日ね、見たらね、なんと、利回りが、あの、増えてまして、利回りがね、あの、7.、僕、チャレンジコースでやってるんですけど、利回り今、今、7.32%っすね <laughs>。すごいっすね、7.32%って。ね。これ、だって、銀行に預けてたら0.002とかでしょやっぱ、これ、面白いっすね <laughs>。なんか、毎回見るのが。 増えててるるととかか減ってるとかね一回ちょっと減ったんですけど、またずっと今上昇になってるんですけど、ま,あ、またね、バーンって下がるか分かんないですけど、もうこれちょっと1年運用してみますんで、<laughs> なんかね、インスタやってる人でね、50利運用益、なんか50%とか出てる人がいて、50%みたいな、<laughs> すげえな、どういう50%ってありえんのかなみたいなね。 <laughs> まあスクショをそのシェアするってあるじゃないですかそれでなんかあったんですけど50%っていうすげえなみたいな <laughs> まあだからまあ何が言いたいのかっていうとまあ知恵ですね知識ですねまあこれもそのうさんくさいと思ったらやんないだろうしまず PayPay ペペに関してもいまだにうさんくさい電子マネーうさんくさいと思ってる人もいるだろうしあの運用なんか怪しいな怖いなとか危険だなとかね思ってる人もいるだろうしまあ確かにリスクはありますよ投資に関してはだけどその そのリスクを自分の中で許容できるかどうかっていうのは大事ですね。だから今現状としては僕は PayPay ペペの運用に関しては許容できるので <laughs> だから4、まあまず原資、現金の運用、投資に関しては40からって決めてるので、それまではまあやんないと。まあ、それまではしっかり商品売って、しっかりと、えー、なんだ、えー、余剰資金作るっていうのは決めてるので、まあ、手を出さないですね。うん だからまあ、あのー、久保さんもそうですけど僕もそうなんですけどやっぱ最初はね、あのー、知識をつけて知識をお金に変えるっていうことをやらないとうんきついと思いますよ。労働したお金を使ってそのお金を増やすよりかはまあこれね、与沢さんもなんか言うなんかね、僕も与沢さんのなんか切り取り音声いっぱいあるじゃないですかなんか前言ってたんですけどいやビジネスやらず投資やるのはねだめだみたいな。 久保さんも言ってると思いますけど、やっぱそのなんでビジネスをやると投資にも生きるかっていうと、その考える力なんですよね。わかりますだから投資に関しても考える力がベースとしてないと、僕難しいと思うんですよ。うーん。もちろんね、最初からその投資をめっちゃ勉強する、できるっていうことだったら別にいいんですけど、そもそも知識がない勉強し、勉強ってあんま好きじゃないじゃないですか。なんで、 あの一部の人はまあそこに一点張りできるかもしれないですけどなんかその投資やんかその例えばそのある程度筋肉があるある程度が筋肉がある状況でじゃあ、うん、ダッシュするのか、うん、なんかスポーツやるのかなのか全く筋肉なくていきなりスポーツするのかイメージしてほしいんですけど。 絶対ある程度筋肉あった方がどのスポーツでも応用効きませんどうですかねじゃあこれ入院してね3ヶ月4ヶ月病院で寝たきりになって筋肉がもう弱ってる状態でいきなりスポーツやれって言ったらこれ難しいですよねだけどある程度筋肉があってね筋肉があった状態でじゃあ、えー、マラソンまあ、ま、ちょっと乱,乱しようかとかねちょっとダッシュするとか縄跳びするとかなんだ寒風するとか でもこの余剰筋肉。余剰筋肉ってよくないですから余剰筋肉ないのに結構きついですよね、いきなりは。うん。だからその基礎体力というかね。基礎体力っていうのはビジネスで僕はあのつけた方がいいんじゃないかなと。で、しかも情報ビジネスに関しては、そのビジネスをやるリスクがゼロなんてお金かかんないですから。YouTube もお金かかんないし、Facebook、Instagram も全然お金かかんないですよ。 久保さんが4000回ライブやってかかっててもも1円かかかないんですよだからこのビジネスってすごないですかただでそれいけるあのもうなんだその余剰体力というかね余剰筋肉をつけられるわけですからうんだからまあビジネスの基礎知識ですしかもそれも知識をお金に変えるっていうやつをやった方がいいですね知識をお金に変えるっていう知識をお金に変えるって結構考えないといけないので ね久保さんね <laughs> いろいろと、うん。いろいろな基本ができてないと、ものを売るって、要は、ものって、ものがあるんで、こうアップルウォッチとかね、ものがあるんで説明しやすいんですよ。でも、知識を売るって、ものがないので、それをどう売るかってめっちゃ考えないといけないんですよ。分かりますだって、これ、ものがあればさ、写真も撮れるしね、こういうなんかデザインですよとか言えるじゃないですか。だけど、知識って情報、情報って、か もう水みたいなもんなんですよね。だ水をどう売るかって話なんですよ。水っていろんなあなんだあのいろんな箱に入れるといろんな形になるし、えー、凍らせたらかかちかちに固まるし、そのすごく臨機応変ですよね水って。だから情報ビジネスっては水みたいなもんなんですよ。だから水を売るって難しくないですか。水道水を売るどう考えますか。 水道水を売るって考えたことありますまあ、これ昔ね、コーラ、コーラを1000円で売るみたいな本がね、結構売れましたけど、コーラをじゃあどうやったら1000円で売れるかって考えたことありますこれが知識なんですね。考える力ってことです。これを、あの、つけておくと、投資にも本当にいけると僕は、いける、生きると僕は思いますね。間違いないですね。その、基礎体力、基礎知識というかね、考える力ベースです。はい。いってらっしゃい。